4大学連合は、東京を拠点とする単価の国立大学である、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学が2001年3月15日に、締結した4大学連合検証に基づく、相互教育研究プログラムの通称である。四大学連合検証に基づき、四大学の学部間における、複合領域コース及び大学院、 研究科官における学生交流に関する協定を2002年2月20日締結、2002年度2年時以上の学部生から複合領域コースの設定編入学の実施、複数学士号の創設を実施している。1999年春、かねてより国立大学協会の運営に不満を抱いていた中島峰夫東京外国語大学学長が、 内藤義行東京工業大学学長、石、師、広光一橋大学学長と共に、偶然、ドイツ連邦共和国本の日独学長会議に招かれる機会があった。帰国後、神田一橋の女水会館のレストランで会合を行い、国立大学独立行政法人化実施の論議が行われている中で、短歌大学はその性質上、理系、文系にとらわれない、 複合領域分野に弱いという点が挙げられるため、独立行政法を人化して利益を上げることができるのだろうかという不安があり、それぞれの分野で国内トップクラスの大学といえども弱点を克服できない背景があったためか、3大学学長が語り合っているうちに3大学で協力すれば面白いことができるのではないかという話になったという。その後、同じ区画分野で、 評価の高い東京医科歯科大学と東京芸術大学の学長も加わって、1999年秋には、この後大学の学長による大学連合構想が公にされた。当時の新聞には21世紀にふさわしい大学像を探る試みとして大々的に取り上げられている。しかしこの後大学連合構想について踏み込んだ話し合いが始まる前に、東京芸術大学が 教授会の反対により抜けてしまう。また、東京外国語大学が学内の意見がまとまらないことを理由に一時的に抜けてしまった。残る3大学で話し合いが続く中、2000年11月になり、東京外国語大学が大学連合に参加することを改めて表明する。そして2001年3月15日、連合の目的、方針を記した。 四大学連合検証が各大学の学長により調印され、四大学連合は正式にスタートを切った。この検証には教育、研究、国際化について各大学が協力して事業を行う旨が記されており、これに従って四大学連合の事業は展開されていく。はじめに検討されたのは教育事業としてどのようなことができるかということだった。 その結果大学連合の授業の第一弾として行われたのが4大学間で行われる複合領域コースである。これは2002年度2年次以上の学部生から履修可能とした。いずれかのコースを受けてもっとその分野について知りたい、他大学で勉強したいという積極的な人に対しては複数学志望の制度が設けられることとなった。この制度は 基本的に5から6年かけて2つの学士が取れるというものである。また、編入学とは2年次終了後に受け入れ大学の3年生になれるというものである。大学入学後に自分が大学に会っていないと感じることをミスマッチ入学と呼ぶ。編入学は早期にこの問題を解消するために用意された制度である。いずれも複合領域コース履修者を対象としたもので、 多様な学生に対応しようという工夫が試みられた。2006年4月1日から大学院学生の教育研究交流を実施している。2021年2月1日、研究連携、ポストコロナ社会コンソーシアムを開設。2年次以上の学科に所属する学部生を対象とする。1は4大学間共通コースである。海外教科、コース。 総合生命科学コース生活空間研究コース、医療工学コース医療、介護、経済コース科学技術と知的財産コース分離、総合コース技術と経営コース、国際テクニカルライティングコース4大学連合知、研究所が主体となって4大学連合文化講演会を開催している。2006年の第1回以来毎年開催されている。大学を変えるということの 意味国立大学協会法、解放173号 -2001.08-00、発足約20年の4大学連合。壁の高い学際研究に挑む、日刊工業新聞2021年2月2日、東京外国語大学。ご利用について、2013年9月16日閲覧。小畑和幸、大学図鑑、ダイヤモンド社。 ISBN 978から44億7 8 0百2万3822ありがとうございます。